生ラジオ西野ブラザーズのあやとまいちゃんとこです。はい、今日なんですけど食べにくいもので早食い勝負。イエイ。今日は早食い企画です。おお、いいね。こうがねめちゃくちゃ早食いなんですよ。で普通にやっても早食いは勝てないんですよ。私たちに勝ち目はない。こうは食べにくいものは食べないんですよ普段。そうそう、なんか皮を剥いて食べたりするものとかがあんまりね、めんどくさいから、そうそうそう、めんどくさいから食べないみたいなのがあるので、そういう皮を剥いて食べたりとか、なんか丁寧に食べたりするものだったらうちらの方が有利なんじゃないか、そう、うん、と思って、今回ここに4種類の早食いの食べ物を用意しました。まず最初がね、まあ、エビ、剥いて食べなきゃいけない。ピスタチオですよ。手先が不器用な子は不器用だった。いつ不器用やった。で、カップラーメンなんですけど、カレーラーメンです。ここに白いティッシュをつけて、いかにこの汚れないで食べるか、早く食べる人が勝ち。ちょっとでもついたらもうアウト。だから食べ方が雑な子は不利。そうだね。で、最後にこの丸ごとバナナ、私はイチゴなんですけど、口につけずに食べる。生クリーム口につけないと。そうそうそう。お互い見合って、あ、ついたってなったらマイナスでいいんじゃない。これだけめっちゃむず。はい、じゃあ早速ね、早食い勝負スタート。じゃあまずね、エビです。このエビを4つ剥いて先に食べ終わった人が勝ち。おお、よーい、ドン。めんどくさ。うまっ。おいしな。え、全部食べたの。あ、すげえさ。はい。ね、はい、はい、はい、よ。やばい、喉詰まる。じゃあね、このピスタチオをね20個剥いて食べた人が勝ち。うん、いくよ、よーい、ドン。起きたんだけど。あー、痛い痛い、無理これ。いや無理。怖い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 。早く見た。え、早くね。ちょっと、え、よし、ねえ。はい、止めた止めた。うん、でも10秒ぐらい違う。うん、最初に全部見たもん。あー、あー、でもそれ賢いかも。頭使ったね。あるんだ。あるんだ。え、この商売でこうだ。私もビリじゃん。どうせないで食うんだろ。うん、すれねえな。いくよ、よーい、ドン。うわー、飛びそう飛びそう。早く食べる。いや、これ食い始めるまで早く。熱い熱い熱いんですよ。あー、危ない危ない危ない。ばばばば。夫婦できないのかな。でもお前そっから外してないんだけど、ずっとそっから外さないっていう。無理だろ、余計。早いんだって。早っ。残ってない。一番綺麗かもしれない。に関して
机の上も汚いから。おかしいだろ。ティッシュ見てみるか一応。でも拭いちゃったんだけど。ついてない。一つもついてなかった。ついてるわ。ついてる。ちょっとついてる。ついてる。じゃあまゆちゃん反則や。食べながらどっちでもいいよ。食べながらもう食べながら。口につけずに食うのこれ。あ、じゃあさ、口に1回つけたら10秒を停止する。停止、うん、よーいスタート。またまんじゃんと私の勝負。何すんのかな。あれアウトだよ。アウトだよ。隠して食ったらダメでしょ。思いついたらこれだったら勝てるんじゃないかっていうのがあったらね、挑戦して動画撮りたいと思いますので、うん、今日は終わりたいと思います。終わります。ではしたっけー。